おお、忍びさん。本に穴山さんはいいお人だな。戦で死んだ人たちを弔うためにオラを呼んだそうじゃ。鎧兜を取って差し上げて、体を清めてお墓を作る。このご時世でなかなかできることじゃない。旦那、あんたの目利きは最高だ。いいやつを連れてきてくだすった。力持ちな上、死体を漁るのもいとわねえ。おかげでまあ武具がたんまり、儲けもがっつりでさ。もちろん新しい品も仕入れやしたぜ。見ていってくだせ。旦那のおかげで足の商いは上り流。足な一の商い人になる日もそう遠くないかもしれやせん。旦那ももし困ったらうちで雇って差し上げやしょう。断る。釣れないお人だ。まあいいや旦那、また来てください。